とことんサンガ。2011年シーズンのサンガは天皇杯の決勝で終了と惜しいゲームでしたけれどもね、あの分ね、来年また期待したいですもんね。さあ、そのサンガ J2 シーズンに向けて早くも自主練習が始まっているんです。11日の練習からスタートして、この12日の練習にも数多くの選手たちが集まってきました。こうしてね、水谷選手ですよね、さらには染谷選手であったり、森田選手、駒井選手、そして安藤選手に、こちらは宮吉選手ですね、7人が参加をしていました。先日移籍が発表されたばかりの倉貫選手も汗を流していました。チーム全体練習は来週16日の月曜日からということです。その全体練習がスタートして、2月にはキャンプ、そして3月のシーズンに向かっていくと。今シーズン期待したい。